はい、どうもジョーです。動画をご覧いただいてありがとうございます。今回はアベマテレビを、どうやったら海外から見ることができるのかということについての動画解説になります。よろしくお願いします。このアベマテレビというのはね、聞き慣れない言葉ではあるんですけれども、2016年の4月11日から、テレビ朝日とサイバーエージェントさんが設立したインターネットテレビ局というのがアベマテレビというものになります。でこのテレビ朝日というのはね、皆さんもご存知だとは思いますけれども、サイバーエージェントっていうのは、よく芸能人の方がねアメブロっていうので、それぞれね、ブログをね書いたりしているのが有名かと思います。でそのアメブロを運営している会社がこのサイバーエージェントという会社になりまして、このテレビ朝日とサイバーエージェントが共同で設立したインターネットテレビ局がアベマテレビということです。でこれまでも日本国内では大手携帯電話会社が出資して、作っていました。 DTV とかね、あとアメリカから上陸した Netflix ですとか、あとはまあ Hulu といったね、定額制の動画配信サービス、俗にねスマホ世代と言われるね、若者を中心にね利用者がたくさんいるかと思いますけれども、で今回のアベマテレビもこれインターネットテレビ局ですから、まあ、地上波ではないですね。で、何が特徴的なのかなと言いますと、まあ簡単に誰でも無料でね見れるというのがね、とても特徴的で、まあ、チャンネルも20チャンネル以上あるんですね。で何か一つのものに特化した番組、例えば、釣りの番組ですとか、麻雀の番組とかね、アイドルの番組とか、そういったね、一つの話題に特化したチャンネルっていうのもあるので、まあ、とてもねこれは非常に話題性があるので、皆さんにね、話題になっているサービス、アベマテレビになります。で、海外に住んでいる方、残念ながらこのねアベマテレビというのをね、見ることができないんですね。でもまあどうやって見るのかなっていうね、今回のこの動画なんですけれども、まあ実際にアベマテレビを見るにはまああることをすれば見れるんですね。でそれよりも前に、なぜ海外からねこのアベマテレビが見れないのかっていう説明を簡単にさせていただきますと、まあアベマテレビでは日本以外の IP アドレスをサーバー側で規制しているということなんですね。要は外国からアクセスしてくるわけのわからない人にはつなげないように安全対策を施しているということです。で、まあ、理由は実際いろいろとあると思うんですけれども、基本的には放映権の、ね、問題などが、ね、絡んでくるようですね。放映権の問題などが絡んでくるようですので、まあ、外国から、ね、アクセスしてくる人にはつなげないようにしているということになります。ただご安心くださいね。これからご案内するやり方で、見たとしても何ら問題もございませんので、まあ、違法性があるとかね、非合法とかね、そういったことにはならないので、安心して見ていただければと思います。はい。で実際にこれ、アベマテレビですね。アベマテレビというふうに検索していただいて、そこを開いていただきますと、まあ、日本でしたら見ることができるんですけれども、私も今外国に在住していますので、ここからこのままではアベマテレビを見ることはできません。で実際こういうようにね、ソーリーとね、日本からでしか見れませんよっていうふうにね、こういう記載が出てくるんですけれども、日本国内からでしたらね、このアベマテレビの、サイトにアクセスしていただければ、このサイトで簡単に見ることができます。まあ、もちろん iPhone ですとか iPad とかもね、アプリをダウンロードしていただければ見ることができますし、今から、解説していきます VPN というサービスを利用することで、お手持ちのね、スマホでも iPad などでもね見ることができます。はい、ではその VPN っていうのはね、何なのっていうことなんですけれども、まあこれについては小難しい説明はね、割愛させていただきますけれども、要はその VPN というサービスを利用することで、海外にいながらにしてこのアベマテレビを見ることができるんですね。でこの実際にこの VPN というサービスを利用することで、今までね海外から
では見ることのできなかったギャオですとか、その Hulu とか Unext とかね、そういった動画配信サービスも見れることになりますので、まあ素晴らしいサービスです。実際私もこの VPN というサービスをね、去年から利用していますけれども、まあとてもね、便利だなと思います。で、利用料はね、1000円です。月々1000円の利用料金がかかります。で、最初の2ヶ月間は無料です。最初の60日間は無料です。はい、これですね。海外で日本の IP アドレスが使える。で、ここに、登録していただければ、あのアベマテレビですとかギャオとかね、そういった動画配信サービスをいつでも見ることができるということです。で、月々1000円で2ヶ月間の無料体験付きということです。で、まあ最初はね、2ヶ月間どういったものなのかなってね、無料で使っていただいて、もしこれからもね使いそうだなと思えば、そのまま、継続して契約していけばいいと思いますし、2ヶ月間無料でね使っていただいて、やっぱり合わないなとかね、もういいなっていうことであれば解約していただいてもいいかなと思います。で、実際にこの会社ですね、 VPN が使える、ここに今ね、出てます会社、インターリンクさんというね、会社になるんですけれども、とてもね大手の会社でして、まあ、あのインターネットが世の中に出回って、数十年以上になりますけれども、ネットの創世期からあるね、とても老舗のね会社です。で、ちょっとインターネットに詳しい人であればね、インターリンクって聞いてね、あーインターリンクねって感じのね、知名度のねある会社になるので、安心して、利用していただいていいかと思います。はい、じゃあ実際に、この VPN、 このインターリンクさんで VPN を登録する、契約するということを、実際にねどういう風にやればいいのかっていうことをやっていきたいと思います。で、私のサイトにあのインターリンクさんのね、URL 貼り付けてありますので、そこからね、飛んでいただくと、このページが出てきます。はい、このページが出てきます。はい、で、ここの今すぐお申し込みというところにね、まずクリックしていただけばいいかなと思います。はい、今すぐお申し込みをクリックしてください。はい、次に、インターリンクのメンバー ID をお持ちですかとね、皆さん持ってないと思いますので、いいえにクリックして、次へ押してください。はい、続きまして、連絡先メールアドレスですね。ここにあなたの連絡先メールアドレスを入れてください。このねメールアドレスに関しましては、普段使われているあなたのメインメールアドレスを、使用することをお勧めいたします。はい、こちらとこの下にね同じアドレスを入力していただいて、次へを押してください。はい、次に今登録していただいたアドレスに、このようなねメールが届きますので、すぐ届きますので、完了のお手続きはこちらというね、ここに URL があるかと思いますけれども、こちらをクリックしてください。はい、はい、次いろいろねあなたの詳細情報を記入する欄になります。はい、まずここ個人契約でいいかなと思います。個人契約をしていただいて、はい、お名前、必要事項を記入してください。はい、必要事項ね、終わりましたら、一番下申し込み規約がありますので、はい、会員規約同意するのところに、チェックをしていただいて、次へをクリックします。はい、ここでね、最終申し込みの最終確認になりますので、申し込み内容をもう一度ご確認の上、確認して申し込みをするというねボタンを押してください。はい、これでね、あなたの、申し込みを受け付けましたというね、こういった画面に切り替わります。はい、これで申し込みが完了になります。申し込みが完了になりましたら、登録されたメールアドレスにこのインターリンクさんからメールが来まして、設定にね、関する詳しいマニュアルがね送られてきます。で、それをあなたのお使いのパソコンで設定していただければ、まあ、すぐにね利用できる形になります。で、iPhone ね、お手持ちのスマホでもね設定できますし、 iPad でも設定できますので、一度設定していただければね、好きな時に、アベマテレビですとかね、そういった動画配信サービスをこれからね、海外にいながらにして見ることができますので、ぜひ、ご利用していただければと思います。はい、じゃあ実際にですね、アベマテレビ、はい、これですけれども、どういった風になるのかなっていうのをね、ちょっと見ていきたいと思います。
これ今の状況ではね、私も、アベマテレビ見れませんけれども、私もこの VPN に今ちょっと待ちください、接続します。はい、私も今自分の VPN に接続しました。でこれをね、接続してからもう一度アクセスをし直してみます。はい、アベマテレビ、はい、現在23チャンネル放送中というふうに、ね、出ていますね。はい、こういうふうに、ね、出てきます。で、いろいろとここね、チャンネル番組ね、こういうのやってますよっていうところですので、まあこれのね、好きな、なんか興味あるようなところね、押していただければと。例えば釣りがね好きであれば釣りですか、麻雀ですかね。まああとここね、番組表っていうのを押していただければ、現在のね番組表がね出てくると思いますし、あとランキングっていうところをクリックしていただければね、あの人気のあるね番組のランキングも出てきますね。はい、じゃあ何か押してみましょう。そうですね、ドラマチャンネルね、画面が切り替わりますね。はい、ちょっとね音大きいですか。よいしょ、こんな感じで、ドラマがね、見れますね。まああとはもうね、使い方はとても簡単ですので、ご自身でね、やっていただければすぐに、ね、分かるかと思います。はい、こんな感じですね。はい、とてもね、海外にいてもこのアベマテレビを見ることができますので、ぜひね、VPN というサービス月々1000円で利用できます。最初のね、2ヶ月間はね無料でねお試しができますので、もし興味のある方はご利用してみてください。それではこの動画はこれで終わりになります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。